チュンチュン。お母さん、この間話してたキッチンカー。お、話進んでる進んでる。昨日の夜行ってみたんですけど、どうじゃった？もう本当最悪でしたわ。とっても美味しかったです。普通だ。イケメンがいましたよ。おお、それじゃあ人生年齢中で行ってみるべ。はいった。はい。さすがにできたろ。オッケー。ふふ。トウモ殺し。いや、長かった。もう一回トウモ殺し作るか。長ネギ作ってたっけ。作ってたよね。ゴーレイ。ふっふっ。もう4つ畑追加されそうだからね。ブリ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 。ゴーレイ。ゴーレイ。さーて、やっ、じゃあカレー屋に行ってみましょう。おそらくカレーを作る手伝いをしてくれみたいな話になると思ってるんだけど。どれにする？また来てね。掲示板手伝ってくれるのかい？それでいいかい？やめとく。厚みとかあり余ってんじゃねえ。岩なってまだ釣ってないよね。うん、キュウリもまだだしね。またよろしくね。まあでも金屋さんに行ってから考えるんじゃ。トウモロコシ足りた。玉ねぎも足りた。オーケー。シャキツブガッコが作れるぞと。完成したら届けてやっからよ。代わりにモツをやろう。二平さんの学校、学校です。さあ行くぞ。キラキラ光ってるよ。はい、ね、気に入ってくれたかな。デートに持ってこいだよ。調べる。美味しそうな匂いがする。別にオープンしなくてもよかったかな。長ネギを作れば向こうの新メニューが完成するんだよね。さて、ストーリーを進めないとね、何も始まらないんで。いかにも進みそうな感じだったので、進んでへんのやわ。やっ、ふんふん、ブリブリ、ブリブリ。奥の滝壺の魚、なんかレアなのいそうだよね。やっか。イワナ、アマゴ、ヤマメあたり。どうだ。おい、はい、お、イワナ最大金ガン、やったぜ。はい、あと松茸だね。松茸どこあんだろう。お、シロ松茸を見つけるんだ。はい、ヤマワサビだ。あとここにカエルかなんかの置物が来そうな。ゴーゴー。頂上行く。やっか、拾う。しそう。マスタケどこだろうな。
湖から何かが顔を出しとるべ。大きな櫓の跡じゃの。昔はあの下に大きな町があったんやの。そしてここには誰が来るのか。ブリ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 。ここにも何かが置かれていた。ブリ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 。うん。お、新作。ゲッチ。小バネ、あれ。これ探してこいって言われてたやつじゃない？イナゴ、イナゴライダーといえばね。音楽のグループですね。風間くん足遠いな。明日で行っか。ブリ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 。あっちの町行こう。あっちの町。ブリ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 。手伝ってくれるのかい？イワナと昔トンボはちょっとね、交換しません。またよろしく。まだイワナは登録してないんで交換してはいけない。長ネギできるん多分明日ぐらいなんだよな。よっよっ。あと松茸の場所が気になるよね。もうおそらく全マップ行けるようになってるんで、終盤マップのどっかだと思うんだけど。まあまあもうちょい時間がある。おっとしよう。とりあえずもう一周しますか。次はあの銭湯の孫を見つけたいところなんだけどね。お、イベント進んだ。シロ、どこへ行こうというのかね。あ、くそ、行かないという選択肢はないのか。あ、おや。こいつが息子の可能性もあるんだよね。貴族様がいる。ダンシャーリ伯爵。お前はまさか。違う。そんなはずはないか。ダンシャリしなきゃ。私としたことが。おじさん誰？手品の練習？口からトランプとか出せる？そう、おじさんはトランプマンだよ。だ、誰のことだ少年？おじさんしかいないぞ。ほら、テレビで見たことあるぞ。ほら、しんちゃん、よく見てごらん。顔を真っ白に塗ってないでしょ？怪しいマントをつけた手品師が、お姉さんの体を真っ二つにしたり、箱に入ったお姉さんに剣を刺したり。おじさんも、罪ですな。少年、私は手品師ではないぞ。じゃあ何してるの？こんな寂しいところで変なマント着て。変なマント？ほら、しんちゃん、1980年代はマントがかっこよかったんだぞ。あの頃の私は何も変えられなかった。小さな命一つ守れない弱い存在だ。悪者は今作いるんですかね。一応どう見てもこの人がね、ラスボス枠なんですけど。圧倒的な力と強い決断さえあれば。ふむふむ、手品師も大変ですな。鳩の餌代だってバカにならないし。私は鳩など出さん。あっ、ダメだぞ。後ろ、帽子に入れられちゃう。イルモダさんは急なカットイン。ダンシャーリ様、お時間にございます。お、ダンシャーリ様。わかった、すぐに行く。少年、いい犬を連れているな。可愛いだろ。白い犬、ここでは歓迎されるだろう。時代遅れのこの町にはお似合いだ。
おじさん、練習もう終わり？手品はできんが、町を変えることはできる。意外といい人か？行くぞ。お、なんかアイテムがある。ブリブリ、ブリブリ。でな。まだこの先行けないか。とりあえずゆりお姉さんのところに。まだイベント進みそうにないな。ブリブリ、ブリブリ。お、時間まだあるな。ちょっと見てこよう。まずはここ。昨日でだいぶ達成したんで、アゲハチョウとホタルイシ、人参と真空管、ヒグラシとカニ、モズクガニね、こう登録する前にあげちゃったからまだ登録されてないんだよな。よろしいですか？オッケー。いまいちだな。販売販売。今日は何だい？増えてはないね。たっけーな。財布足んねえぞ。また来てね。あ、時間やばいな。先行こう。お、いいところに来たな。仕事サボってるとガンさんに怒られるぞ。顔見てえことがあるんだよ。ね、赤ん坊がいいんだよ。だからよ、ほら、わかるだろ？スタミナつくもん食わせてやりたくてよ、と。ヘルシー思考だからよ。ということで、新料理だね。はーい。頼んだぞ。も、玉ねぎが！玉ねぎは買えるからいいや。よし、玉ねぎ買ってこよう。ヘルシーなもの。もつと玉ねぎと奈良茸と根曲がり茸。なんだろうね、料理。俺の予想はね、もつ鍋、普通にもつと玉ねぎと奈良茸と、曲がり茸を一緒に煮込んだもつ鍋だと思う。おお、新之助だが、エレベーター壊れちまってよ。ということで次はエレベーターの修理だね。直せる人なんか一人しかいねえだろうが。そんなもん一人しかいねえだろう。ゆりお姉さん、エレベーター大変なんだって？知ってる知ってる、炭鉱のエレベーターでしょ。早く修理しないといけないんだけど、見たこともない部品使ってるのよと。7段、なんか聞いたことあるぞこれ、7段変速ギア。ブラジャー。現代だな、現代。しんちゃん、ゆりちゃん、手伝ってくるね。誰もいなくなった。さすがに明日だな、これは。とりあえず料理だけチェックで、明日長ネギもできてるはずだから、まあ大体は明日の長ネギでいいんじゃないかなということで、スタミナヘルシー料理、力の出る、こっちはもつ丼。とりあえず玉ねぎを3つと長ネギが完成すれば OK かな。懐かしいお母さんの味、これっぽいよね。これ懐かしい。何が食べたいって？オッケー。ちょっと待ってな。はあ。は。美味しいわ。何を食べても外れなしね。これ当たってる。ブリ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 。ありがとね。お立ちも溢れちゃう。お金溢れちゃう。今日は自分の意思で帰ってやる。なんか虫いる。持った。じゃあ俺帰るから。
よし、まだだ、まだ動ける。しんのすけ、ご飯よ。ダメみたいですね。お、珍しい、庭先で遊んでるしんちゃんの図。ふい、さあ、夜飛ぶ。ちゃんと今日水やったよね。へい、ニンニンと長ネギゲッチュー。玉ねぎさ、別に作れるからさ、か、じゃあ買えるからさ、作んなくてもいい気がするんだけど、1個ぐらい玉ねぎにしとくか。うっ、それ。もう1個どうしようかな。長ネギ、じゃがいも、ナスぐらいいっとくか。うっ、それ。よし。ブリブリーブリブリー、はい、じゃあ今日はオッケーだ。明日は変速ギア取って向こうに行きますか。さあ寝るか。おやすみしんちゃん、ひまわり。さあ明日はいろいろ進みそうやな。はーい、2個目のセーブデータ2周目になるかもね。完了。